攻略ミクロ経済学、ちょっと22回目を始めていきます。こちらの方を用意してください。22回目、今日はですねこちらの170ページの問題をちょっと見てみましょう。生産関数における、コブダグラス型の問題です。コブダグラス型の問題はですね対策してない、人たちは、結構諦めてくれるので、もうこの問題が出たらですねちょっと一瞬小躍りしちゃいます。試験会場でですねやったっていう感じで、ですねまずコブダグラス型の生産関数ですので、こんな形、y イコール、l×k、という形で出ています。中黒っていうのはこれ掛け算ということですね。まず古部ダグラス型生産関数の、解き方を、考えていきましょう。でこの問題は非常に、基本的な問題です。肩の数字があってそして掛け算の形になっている、こんな形ですね、y イコール l×k という形です。 l と k が掛け算した形になっている。で、ここに、まあ、省略され1なので省略されてますけれども1乗と1乗という形で、ここには指数1と1があります。ただしコブダグラス型のこの肩の数字っていうのは、このですね、まあ、要するに何乗とかっていうような指数を表すのではなくて、まあ、分配というかですねどれくらいの割合で支払われるのかという割合を言っています。ですから1対1というこれが資本と労働に対しての支払われる要素への支払いのですね割合ということになります。生産要素というふうにですねいう言葉を使うとちょっと一瞬難しいなと思うんですけども、まあ、生産をするためのまあそのまあ材料っていうかですねその必要なものなんですね。 L というのは労働で K というのは資本です。ですから資本と労働というのを組み合わせて物を作ります。でその物を作る際に当然にコストがかかります。でそのコストというのは費用総額が1500という形でここで出ています。ですからこの1500というのが、まあ、資本と労働を両方合わせて1500という部分1500かかるということなんですね。1500かかる、それを1対1という割合ですから、L 労働と資本に対して1500というのを1対1つまり、全体を2とすると全体を2とすると労働には1資本には1ですから結局2分の1ずつ支払うってことですね。750を労働に支払います。資本には750を支払います。いいですね。これが支出額です。まあ、要するに費用としての支払う金額がこのように出ます。ですので次に追っていくのはそれぞれの価格です。労働の価格が20、資本の価格が30です。ですからそれぞれの価格で割り算をすることによってここで割り算しますね。割り算をする、20で割り算をする、30で割り算をする、これ1個の値段です。まあ1個のって言ったらちょっと言い方悪いかもしれませんけど、まあ1つの値段なんですね。ですから労働はどれだけ投入するかっていう量が出ます。 37.5 これが投入量です。で30で割り算をすると資本の投入量が25です。いいですね、こんな形です。それぞれの投入量がいくらになるのかというのがこの問題ですから、資本と労働をそれぞれ何単位投入すればいいでしょうか。 37.5 個と25個投入すればいいわけです。したがって37.5と25ということで3が正解。このように数秒でできてしまうということですね。